今日のレッスンです。お願いします。はい、あの綺麗にねメイクしていただいてるんですけれども、ちょっとこうした方がまあいいかなっていうのを直しっていうかな、ちょっとさせていただけたらと思うので、そっからいきます。はい、じゃあもうこんなおしゃれなパレットを使ってメイクしていただいてるんですけれども、ちょっとなんか目の下にね茶色いのつけてないのに落ちてる。っていうことで、まあなんでやろうなっていう話なんですけれども、ちょっと待ってくださいね。まあペタペタはまあしてるんかもですね。ここなんかつけました。あのパウダーとかつけてサラッとさせたりとかっていう工程は入れましたか？最後ハイライトは目の下にも入れたんですけど、これかな。あ、そうですそうです。一番下のこのセザンヌの。その前に映っちゃったんですかね。そうですね。でもまあ分かんないですね。そういうなりやすい、なりやすいです。多分ここから目の下からのその油分が出やすい方やったらどうしてもなりやすいのだと、目の形とかもあると思うし、でも横から見ててちょっと目パチッと閉じてもらっていいですか。でもね、アイシャドウが映ってるっていうよりアイラインかマスカラっぽい感じはしますけどね。当たってるのが それがピタッと当たってる、まあ、アイラインの部分と、まつげのマスカラの部分が当たってるんで、それかなっていう。それか塗ってる時にバーって塗ってボロボロって粉がそう、ちょっとね、あの急いではったね、朝。それがあるかもしれないし、なんとも言えないですね。ちょっとまあまあ、それがあのちょっとね、ほんまはキラキラのね、そのここは透明の、ちょっとお借りしますね。これだけを塗ってた予定なんですけど、まあ言ったらこれ塗ってたんっていう状態になってるので、まあちょっと思惑と、ご本人の思惑と違うメイクになってしまってたっていうことですね。で、あともう一つちょっと直していきたいのが、ちょっとさっき言ってたんですけど、眉毛をね頑張ってカットされてるんですけど、ちょっと細いんかなっていう感じで、 1ミリぐらい太くてもいいんじゃないかなってバランス的に思うので、ちょっとねここ剃りすぎて青みが出たがために、まあ、あのコンシーラーで頑張って隠されてる状態なんですけど、ちょっとそこのとこを直してみようかなと思います。すごいあのまっすぐになってはるんで、わかるかな、ちょっとこれ近くで見てもらっても、交互まっすぐな感じじゃないですか。だからここはふわ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 って毛のね、ふわふわ感はやっぱ欲しいんですよ。まっすぐここがピーってまっすぐであって欲しいの、逆にこっちの方、下のラインの方、こっちはまっすぐで綺麗にこうきちんと感を出していくのはいいんですけど、ここはちょっと女性らしい、こうなんていうの、毛のね柔らかさとかを出してほしいので、ここはね言ったらそのきちっとカットするっていうよりは、ふわっとしていきたいので、ちょっとペンシルもお借りしますね。ちょっとそのふわっとでまず眉毛先に直してみますわね。ちょっとだけで前向いといてもらって、まあ、下をクキッとね、キリッとっていうかきちんと、こっちはこう、ちょっと待ってよ、ちょっとこれないところを毛が生えてるように見せるために、線を描くっていうよりこうちょっと置いていく方がいいですね。ないところで、しかもふんわりと見せるために、こう横線入れちゃってば横線が入ってしまうんで、トン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 って置いてあげて、じゃあちょっとふわっとした感じになるかなと思います。でちょっと中ほどもちょっと埋めてもらって、すごい薄なっちゃうんですけど、このペンシルとこれで埋めていったらいいですか？そうですね、なんか
基本どれを使うっていうわけじゃないんですけど、だから細かいこう毛一本一本ちょっと描くような感じで行きたい時はこれやし、うん、うん、そうじゃないちょっとこの毛のね硬さ、ちょっと硬さが出てるんで硬さを和らげたい時はこの、うん、これを使ってパウダーで優しくファ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 っていう感じで、うん、これってちょっと優しくなりません？ちょっと丸くちょっと寄ってみてこんな感じで、うん、こっちがここが寄ったらここがこのラインがクキーンって、うん、クキーンってなってるのでわっと今井さん優しい感じやからね、女性らしい可愛い感じやから、ほら眉毛もそんな感じやん眉毛もふわ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 夢見る眉毛や夢見る眉毛がいいかなと思います。で、うん、ちょっとねじゃあ右だけやっていってみましょうかね。で下もそのちょっと色移りが気になる、ちょっと上向いといてもらっていいですか。そうそう、でこれも拭き取るときにちょっとねこうやってファンデーションつけて綿棒に取って、でこれをファンデーションを塗りつつ取るみたいにするとめちゃ楽なんか摩擦もあんまないですね。あ、ほんまですか、よかった。じゃあこんな感じで取って、でまあまあちょっとサラサラさしておきたいので、お粉をはたく、まあ、ちょっとここであるハイライトのねつでサラッとさせようかな。またちょっと上向いていてくださいね。ペタペタしてるとねどうしてもひっついてきてしまいますんでね、さらっとさせておきます。うん、こんな感じでちょっと寄ってみてください。うん、明るくなって、ここねわざと残したんですよ。ここだけちょっと残ってるの分かりますか、色が。こっちは全体にねここまでビヨンってなっちゃって、まあまあちょっとこうやろうと思ったわけじゃないけどこうなっちゃったんだけど、まあちょっとわざとここ残してます。うん、ちょっと影があっても可愛いかなと思うので、で、あとねそうだな、ちょっと目つぶってくださいね。結構締め色があれですね、結構あの主張してるんで、もうちょっとこの辺の色が多分ね出していきたい、この辺の色がねこのパレットの醍醐味やと思うんで、この辺をねちょっと集中するして塗ってあげてもいいかなと思うので、もうちょっとね足します。でちょっと横幅さっきここで入れて出したんで、縦幅出すためにこんな感じでもうちょっとこう半円を描くような感じで、しっかりこれはこっちのちょっとガツッと出る方で塗りました。こっちね、あれ、あ、塗りました。このぐらい塗ってあげても、なんかこの色を塗っておしゃれしてますよっていう多分これ使いたかったですよね、この色はね。このぐらい塗ってあげて、で、まあ、ここの範囲描くようにやけど、ちょっと目幅のもともとのその切れ長さんのあれも出してあげたいので、ここまでいったらアイホールで骨があるんで、この辺までちょっと色がファーってボケてても私はいいかなと思ってて、ここにねアイホール骸骨が入ってる骨がありますよね、骨のこのここまで、ここに骨です、ね、あります。ここまでちょっと行っててもいいかなと思うんですね。こう丸くでこう行く感じ、丸く行ってここでここ、うん、でここちょっと上、もう一回上向いてください。でそのつなぎにここに影があるっていう感じで、まあ影もちょっと茶色入れましたけど、ちょっと明るい色もちょっと足してあげても、と茶色とこの赤の赤何やろオレンジですかね、赤オレンジみたいな赤オレンジみたいな色で、茶色と赤オレンジみたいな色をここに、これですね、下ですね、ちょっと目開けてここにで入れてあげても可愛いかなと思います。両方入れたら、うん、そう、うん、ほんでねちょっとキラキラもこれ可愛いんで、
もう指で最初に。ほんでここの中央にまずちょっと入れて、言ったら面もこう立体なんで、立体だからこう来て、ここが一番出っ張ってますよね。こう来て出っ張ってまた引っ込む。引っ込みの出っ張っての引っ込む。なんで、この出っ張ってるところを一番またよく、もっと前に出すためにここに乗せる。で乗せたらね、意外とねここに光がピューって縦に通って、目幅もねなぜか高く見えるという、そういう効果もあるんですよ。まあ錯覚ですよね。うん。であともう一個ちょっとこの人これちょっと使いますね。ご自身でもされてたらちょっとこの目頭ウルリンキラリンとこう入れて、でちょっと上向いてもらって下ですね。で本来はこうやってやりたかったんですよね。ここね可愛いですよねこれね。あ綺麗な、何これ、めっちゃ綺麗なあれですね、キラキラ感ですね。このパレットめっちゃ欲しい。可愛いです。なんかわざとらしくないし、絶妙なキラキラ感ですね。な感じでちょっと前にグイッと寄ってもらうと見えるかしら。このところここからこうね、ここに入ってますキラキラが、これだですね。入ってて、ここにも入ってる高さ、ちょっとほらシューってあの光が通ってるの分かりますか？こんな感じですね。